でここの問題になってるこのホログラムね、これがもうこうやってみると見えるの？ぐるっと回ってる見えるの？いや見えねえんだよこっちから。<laughs> あのね、<laughs> この番組は有料配信であることを隠みのにした公共性は低く聞く人を選ぶけどその人たちの生活に欠かせないトーク番組です。流行愛 見つけるの得意。皆さん、こんにちは、ニューヨングです。神谷浩史です。沖谷合龍太郎です。いやー、あのー、手に入りました。どれが？診察。ああ<ー>、<ー>見てない。見てない。<laughs> なんでこの世の中からすごくずれた時期に嬉しそうに出そうですいやいや、<laughs> 君たち休みだったからですああ、取っといてくれたの <laughs> まさか <laughs> 僕はあのー、お金をね、えっ、ー、と、うん、あれじゃないですかえっ、ー、とー、国民健康保険と、はいうん、えっと、税金払う時期じゃないですかだからお金を めちゃめちゃ降ろさなきゃいけない時期なんですねで一日上限までずっと降ろし続けるという時期が続いてるんですけどたまたまね本当全然見なかったんですよたまたま昨日出たんです ATM でとこはいまあそれは流通してますからねこちらですよおもちゃっぽいね見慣れないだけでしょうね。まあねいやでも あの、早く見た人から聞いた話は。めちゃめちゃお札が。明るくなったね。明るく。なるほど。ほんで、大きく見えるねって言われたんですけど。え、本当ですか。あ、本当。同じなんですよ、結局。あ、そうなのはい、同じサイズでね。う同じ大きさ。へえ。お、裏側が。こんな風に。割と明るいんですよ。数字が赤いっていうのが、ちょっとね。そうですね。 違いますよね。なんで赤字にしたんだろうってう感じしますけど。<coughs> ちょっとわかりやすいとか。円安なのかなって感じしますけど。もうこの。漢字の一万円というのはなくなっちゃったんですよ。あるじゃないですか。えどこどこどこ。<laughs> 場所が違うだけどあ。ここか。こうだから、ここの一番見やすいところに、これで逆になったということね。<laughs> うん。ここかい、えー、外国人の方もわかるようになって。なるほど。あうん。なったらしくて。<coughs> で、ここへとか五千円とか、ええとー。 えっと種類によってえっと書体が違うんですよね。あそうなんだ。こう数字の数字のそうやそうや。千円と一万円が違うやん。かな？このあの一のこのギョンがついてないんでね。ギョンがないかな普通の棒らしいよ。区別しやすいように。見たことないですけど。千円僕もないですけど。テレビで言ってました。でここの問題になってるこのホログラムね。ねこれがもうこうやって見えるのとぐるっと回ってるように見えるの？い見えねえんだよこっちから。 あのね、これぐらいです俺はもうこうだと思ったのよあ、俺もそんなイメージだったしたら、こんぐらいですわキョラキョラしてぐらいな感じあ、でもほんまに見えるあええ。奥行きがあるように見えるへえ。お金めちゃくちゃかかってますよね診察が出たばっかりの時にやっぱりこう、両替機にすっごい行列できちゃって そうあの三日間くらいすごかったですね。ええ、あ診察への量買い診察への量買だからみんなお金持っててそれをも一万円から一万円に量するっていう。今本当にこう SNS とかで情報がもうなんだろうお金になっちゃう時代で超めんどくさいじゃないですか。だからその一万円札のえっと数字でその A A A いくついくつみたいなそのゾロ目とかっていうちょっと変わったえっと投資番号のやつを高いよね。 なその高いみたいなふうになっちゃうから、うん、それをだから欲しくって、うん。まあ、両替機にさあ、その中でないかみたいなことで。なるほどね。ねね。両替機ってなんなの。このバッテンマークなんなの、これ。偽造防止とかじゃないんですか。これ偽物ですよみたいな時にさ印刷でよく出るような。感じのやつだよね。うん、これ必要あんの、これ。

あるけど、うんうん、あ,あほんまやや違うあ1万円と1000円とは微妙やね、うん、斜めってことね斜め横横じゃあ上横なんだ、うんうん、5, 円のフォログラム見てみてなあ1,000円もフォログラムはついてんのね。 あの一線の下、下左下か。あっちあ四角いやつ？あでっかいやつね。ああ本当だ。へえ。コロプラみたいな。五千円とかって余計に手に入んないんだろうね。まあいいじゃない。使わないもんね。使わない。っえ僕は現金派だから。ヤングはね。うん現金見たい。支払うときはいいけど。 あのー、自動販売機みたいな機械だとなかなか使えないですよねうん、うん、しばらく使えないでしょ<あの笑>逆に不便で,で、ね、駐車場の販売機はもうずっと使えない, <laughs> ないまあ1万円はどっちみち使わないけどい1,000円がね来たら困りますよね、うん、そうね,そうね間に入ってたりなんかして重ねて入れられるやつだったりなんかしたらさ何で入るんだろうってなっちゃう。う500円だ,もだに <laughs> 面なのね。対応しなきゃいけないでしょ。だってその自動販売機とかね。あれ100万円ぐらいかわかんないでしょ。らしいね。大変。すごいコストだよね。で今回のこの新しいのが出たんで、前500円玉。 やってなかったところも一緒に買えるらしいよ。ああ、やっと。いまだに対応してない。のいっあるある。いっぱいある五百円玉は。いつまで経っても入らないね。あの恋みたいなやつね。五百円つって。あの五百円もさ、全部は入れ替わってないでしょ。変わってないですね。全く。未だに使えないでしょ。だから多分そうなるよ、これも。ね。なんでしょうね。電子マネー時代はやっぱりすごい影響力だね。 俺みたいにこう札を見たいっていう人でねやっぱりお財布にいっぱい入れたいっていう人にとってはねいいいいっぱ入れたなんか悲しい状況です <laughs> まあ便利は便利じゃないですかカードとかねその電子マネーもちろんだけどもいつ使えなくなるか分かんないわけですよだからまあニコニコとかのねサイバー攻撃とかにあっていまだに復旧してないのですまあこのタイミングだとどう,どうか分かんないですけどそうね あれもよっぽど悲惨な話で、なんかやっぱり一回そのサーバー攻撃とかにやっちゃうと、うん、もちろん 2U32 にね、あのお金に関して言うと、ものすごいちゃんとしたセキュリティがかかってるかもしれないけど、多分なんだろう、壊せないセキュリティってないでしょう、ないだろうね、そうああいう、うん、人間が作るんだね、そう,そういうこと、うん、だからまあ現金で持ってるっていうのは、本当に、ある意味、安心感にはつながりますよねどうですか、これを機会に、現金派に。いや、だから現金は僕持ってます、使う道路がないっていうだけで。 使えませんかカード使えるところはカード使うし <laughs> 使えなかったら現金今日僕はあの急いでって後ろに人が待ってたんであのコンビニでこれでやっちゃいましたけど、うん、悲しかったですそういうところ本当にいい人だよねヤングさんはね後ろ待ってたから、はあ、関係なくおばちゃんが「えー、ちょっと待ってこれもうちょっとあるから」ってこうやってもう少なくこうやって出してね1円ずつ出してあっ現金をねおっちゃんとかはね、うん、やってるけどヤングは,はですね やっちゃう申し訳ないと思っておじさんコンビニのさ店員さんからしたらやっぱりお釣り出すテーマとか今も勝手になるかコンビニですらお金をお店の人が使わないでしょうね投入タイプになっちゃってるからあれそ犯罪防止なの 強盗が来た時にああ一切私使えないのでっていうためのやつなのあれいやレジのミスを防ぐためじゃないですか,ううか単純に<ー>そういうアルバイトの人とかまあいろんなところでそういうのを起こり得たけど,ど少しでもそういうのを防ぐっていうのが、ね、意味合い的には起きそうですけどねうそうかまああの入れるやつはその現金派の人にとっても割と使いやすいんだけど、うん、時間はかかるんですよやっぱり。<laughs> やり入れて押してみたいなのあるじゃないですかもうさこの年代だとさ押しても押しても反応しないときないですか機械がお金を入れる支払い完了みたいなのあるじゃないですかそれコンビニじゃないんだけど映画館のショップとかが多いんですけどフードを買ったりとかさそれをお金入れてそれはなぜなの乾いてるかからですね 静電気でしょ。多分タップってなんかなんかなるんですよ。え、うまく反応してくれない。あれ乾いてるとな。なんないの？なんかそう言いません。なんかお客くんずらしてんじゃない？ぎゅってえ。急ぎすぎてこうやってんじゃん。8月5日更新分のお。 診察手に入れた <laughs> 少し今更感ありますが小野坂さんが手に入れた診察を見せてくれましたそこから現金派の小野坂さんとキャッシュレス社会について話しましたそこからみんな大好き診察クイズをしました <laughs> 楽しかった <laughs>、えー、時間をかけた割にはそんなにピンときませんでした <laughs> やめるよオープニングコーナーが飛びました <laughs> 沖合龍太郎のメタルブレメタルギアブレッドを行います朗報があります <laughs> 朗報があります新井座さんええなー 何も言えなくて夏あればどっちいくかなっていうのがあるよね <laughs> 曲は未完成です時間まで新一般常識クイズをやりますえ最後は大人3人が五十音を一文字ずつ言っていくよりも奇妙な時間をご覧いただきます <laughs> 動画も視聴と高評価チャンネル登録よろしくね